あ、すみません、ありがとうございました。まさか記念で記者さんで言ってくる。まあ、作戦はもうこれしかないので、はい、まあ、あとは自分がまくれるかどうかとか、合わせきれるかどうかとかは全然わからないので、橋本強いんだよ。はい、だいぶ橋本さんも踏み上げて、そうですね、橋本も結局後ろにいる南が強いし、自分の役割わかってるから、まあ、それは俺ももう合図を送ってますしね、しっかり結託じゃないですけど、はい、合うので、やっぱ多少早めのペースになるじゃないですか、はい、だからワンチャンあるかなと思ってたんですけど、ただ橋本も何回も対戦してて、うん、全部、まあ俺が先行して全部まくられちゃってるんで、だからもう強いのしてたんで、橋本かけてもなと思ったら2射だったのがラッキーでしたね、うん、3番、4射も4番だったらまくれなかった気がします、はい、実際からまあいわゆる中金のラインがこれだけ強力だったんで、そうですね、うん、橋本がだからちゃんと男らしいレースしてくれた結果かなと、はい、まあ、ちょっと本当に人に期待しながらのレースでした。まあでもその競輪の送ったじゃないですけど、強いラインに対してどう戦うかで、まあでも一人じゃできないですけどね、うん、みんながそのあうんの暗黙の了解というか、うん、を守ってくれれば、だから山中なんかも負けちゃうしね、うん、みんなで暗黙の了解のレースしてるから、うん、そうなると多少抵抗できるから、誰が勝つかは別として面白いですよね、うん、それをやらないとね、もう強いラインで決まっちゃうから何もないんで、はい、橋本を入れたのがミスじゃないですか、うん、はい、この番組で、はい、俺じゃないですね、橋本ですね、やっぱ2社でもちゃんとあのペースで先行できる、うん、彼の先行力がまあものすごいなと、そうですね、はい、俺はちょっと無理だなあれ、はい、よかったです、とりあえず、はい、また明日に、はい、頑張ります、ありがとうございました。